おはようございます。今日は昨日初収穫しました品種名不明のマンゴーを食レポしていきたいと思います。何年か前にオーストラリアのケンジントンプライド種という風なマンゴー,がマンゴーの苗が売られていましてうちで育てていたんですけどもケンジントンプライド種というのは宮崎の太陽の卵と同じように あれ、アーウィンシュと言うんですけども。あれと同じ卵型をしていて、色がこんな風な、緑色が多い色じゃなくて、全体黄色で、ところどころオレンジとかピンクとか赤みが差してそういう風になっております。これもまあ、ここら辺のところをちょっと赤みが差していると言ったらいるんですけどね。うん。でも全体から見るとちょっと青い部分が多いということで。 どうも違うぞと。あと、卵型という点でも、これどう見たって、卵型にしては、ちょっと、だいぶ長すぎるという。長さとしては大体、私の子、親指から薬指くらいの長さですから、約20センチくらいですかね。うん。そんな風になっております。それらを考えると、サイズも色も、 どう、形もどうも、ケンジントンプライドじゃないと。はて、これは一体何でしょう多分、また園芸業者が品種間違えて売ったんだろうなというふうには思いますけども。まあ、とりあえず、匂いとか、食味とかチェックしてみて、またちょっと推測したいと思います。えっ、ー、と、皆様のところでもね、うん、マンゴー栽培している方が、 これご覧になっていらっしゃるようでしたら、ここの YouTube のが画面のすぐ下のコメント欄のところに、あるいはまあシェア,シェア投稿だとか Facebook の、うん、そちらでしたらこ Facebook のコメント欄の方に心当たりの品種名だとか、まあ教えていただければと思います。そんなわけで食レポしていきたいと思います。 うん、いい香りしてますね。だけど、タイのマハチャノックだとか、ああいう感じの匂いじゃないですね。マハチャノックだとか、何度前になると、ちょっとなんか、夏メグかなんかのような、ちょっとしたスパイスっぽい、そういう香りも感じられるんですけどね。これにはそういうのはないみたいです。だから、それでもなさそうです。うん 種も分厚いですね。そ,そのことからも何度、何度前や、マハチャノックとはまた別の品種だと思います。マハチャノックや、あと何度前は種が非常に薄いですから、どうもその線でもないみたいです。よいしょ。 とりあえず切ってみましたけどもちょっとここの種についてる果肉を剥がしますねうん、うん、まあ種の厚さがこんな風ということでこれはマハチャノックやクマイみたいなああいう薄い種の品種とは違うということでどうもその線じゃなさそうですで とりあえず、味や香りですけども、うーん、甘い香りがしますね。やや、やや酸味も感じられるような、そんな香りも若干します。ナツメグのような香りだとか、そういう風なのはしませんね。 うん。うん、すごく甘いですね。若干、程よいくらいの酸味が効いています。そうですね。なんでしょうね、これ。沖縄や台湾にある金庫みたいな、ああいう風な香り味でもないです。 金庫も食べたことはあるんですけどね。あれよりもやや酸味が強いかなと。そういうふうに思います。あと香りそのものは、マハチャノックでも、ケンジントンプライブでも、何度くないでもないですね。 どちらかというと、宮崎のアーウィンみたいな、ああいう風な香りがしますけども、だけど、アーウィンは全体が真っ赤でた卵型ですから、それとも違います。と、まあ、そんなわけで何、何かこの品種じゃないかというお心当たりがありましたら、私のところまで、まあ、下のコメント欄の方にコメントとしてお,お伝えいただければと思います。そんなわけで、 一つ品種名同定ということでご協力の方よろしくお願いします。